はい、えー。皆さん、こんにちは。ファナムです、えー。今日のファナムチャンネルは、あ高麗王朝の、えー、シリーズでお送りしていますけども、えー、今日は四大王の、えー、ファンジョンについてお話を進めていきたいと思います。えー、名前をワンソとも言います。えー、在学949年から975年の王様です。えー、この王様があ、暴君なのか、それとも名君なのか、ということについて、 考えていいきたいと思いますさらに彼は一人の帰化人の出会いを通して大きくこの高麗の政策が変わっていくというような転換期の時代でもありますぜひ最後までお付き合いをしていただきたいと思いますそれでは高麗王4代の王様ですカンジョンですけども名前はワン・ソというふうになっています え、字を見ていただいて、そして、え、性年数ですね。925年に生まれて、975年に亡しているということで、えー、まあ、非常にこの、お、高麗が、あできて、そして、えー、この、王権のお、まあ、力が、まあ、徐々に強くなっていく、そういう状況ではあるんですけども、まあ、彼は、その、非常に、 豪族との戦いというんでしょうか豪族とどのように向き合っていくのかそれが非常に課題だったと思うんですね、まあ、そういう中で彼が行ってきた政策というものが盟君として称えられる部分もありながら非常に恐ろしいこの粛清ですね 暴君としてのイメージを残してしまうということであるんです。前回までの内容もご覧にいただいて参考にしていただければというふうに思います彼のその前前回のですね。まあ、チョンジョンの時もそうですけども、もまケギョン派海峡派とですね。ソギョン派、正教派というふうに、まあ、派閥がこの対立していたということで、えもともとはケギョンにあったわけですよね。 都が、まあ、それをこの戦とすると都を移すということでソギョンに移していくわけなんですで、この西の京って書きますけども現在の平壌にあたるわけですこういった派閥争いの中から戦と、まあ、によってソギョンに都を移すと、まあ、これは名目上北の領土を回復するというですね、名目上の大義名分があったわけなんです そんな中、ワンソが誕生したその背景というのは、このソニョンを遷渡していくということに非常に関わっていると。まずこの遷渡していくわけなんですけどそこにおいて非常に必要な労働力が必要になってくるわけです。記録によると過酷な労働であったということで、これを動員するにあたって、こちらの えー、ヌヒですね。韓国ではノビと言いますけども、ヌヒなどがこの駆り出されたということで、反対していた人が多かったということなんですね。でそんな中、このワンソウですね。 えー、ンジョン・ジョワンソがあ王宮の責任者となっていたんですね。いつ,いつまでにこの王宮を完成させなさいというような命令が下されていたんですけどもあと彼はこういった中においてもこういった主妃たちに、えーま、救いの手を差し伸べるというんですかね、まあ、やっぱり伝染病とかいろいろ流行ったわけなんですけどもそれに対して救護所というのを作って、まあ、治療にあてらした,たというようなところなんですね。 で、なんと、その後に、まあ、暴徒が起こってですね、この都が火の海になってしまったというわけなんですね。えー、まあ、そういうような状況で、まあ、銭湯というものが非常に、この困難を極めていたというところですね。えー、えー、チョンジョンが亡くなって949年にですね、彼は即位していくんですけども、まあ、その後7年間は、ほとんど何もしていないというんですね。 まあこれは、遺説によると、まあ、謎の沈黙の7年ということで、あまり彼は力がなかったがゆえに、その進化の力を頼,って頼らざるを得なかったという内容と同時に、あまりその豪族とです、ね、対立しないという方向に向かっていたんじゃないかということで、まあ、時を見計らっていたというところもあるんですよね。えー、それはどこまでも王権を強化したいと。 いうよううよな目論みがあったというんですねでそういったところから考えると彼は非常に緻密で慎重であったというそういう評価があるのと同時に、えー、まあ仏教の力で国を治めようというところがあったとも言われています、まあ、こういったところもです、ね、非常にまあ複雑ではあるんですけどもこの沈黙の七年が何を意味しているのかということが非常にまあ気になるわけなんですねでポイントになるのはこの三義という人と出会いなんですね この賛義というのはあ、この高麗の人ではなくて、高、ま、州、あの人だということで、高、ま、州、あ、を建国した人、まあ、礎を築いた人なんだというところなんですね。で彼は施設として、この高麗に出向いたときに、なんとまあ病気で、この高麗に滞在するようになっていくわけなんですね。で滞在した後に、結局は高州の,の許可を得て、まあ、高麗の期化していくわけなんですよね。 うん、でその時に冠城に何を言ったかというと、上岸西洋というですね、えー、この党の手順の、まあ、政治を補佐した名信たちのやり取りを記録した書物なんですけども、まあ、大層のその政治に対して名信たちが、臣家たちがいろいろこうした方がいいというですね、そういったやり取りを記録したもので、えー、1300年間、 読み継がれてきた帝王学とも言われているぐらい、非常にこのリーダーシップを進める上にはですね、非常に重要な書物であるということで、賛議はこれをま進めたというんですね。そんな中、1956年にヌヒ案件法、韓国ではですね、ノビ・アンコンポというんですけども、ヌヒを解放する、解放するそういうまあ法律だと。 いうことなんでですねでこのヌヒというのはどういうことでヌヒになったのかということなんですけどもまあ結局はこういったヌヒがいるがゆえに豪族たちがこの人身売買というんでしょうか、ね、人をこう、まあ、売ったり買ったりできると自分の,その下に置いてですねそういったこう豪族の力を示す上でも必要なものであったんですね。 でどうしてヌヒになったのかということで、一つはまあ犯罪人ということですね、もともとは。それとですね、この統一三国の時に、極太郎やですね、まあ、白木と戦争する中で、まあ、戦争の捕虜になった、そういった、まあ、要するに高送り出身ではない人たちも、このヌヒにあったというんですね。それからまあ借金を背負っていた人とかですね。まあ、そういった人たちをどのように、こう、まあ と一つになっていこうかというそういった状況の中で彼はこのヌヒ・アンコンポですねを定めたんではないかというふうに言われているわけなんです。まあ、要するにこの半島を統一したいと半島を一つにまとめたいというようなところでまあ解放したんですね。でそういうことによってどうなったかというと結局はこの豪族を弱体化させる豪族の力をですね弱体化させるところに至っていくわけなんです。 まあ自動的にそうすると、豪、え、族、ー、たちはまあ反対するわけですよね。えー、そこにおいて、この王様と、お冠ですね、王様と豪族とのその圧力まあそういったこの葛藤というものが生まれ始めてくるわけですね。まあ民衆としてはありがたいですよね。ありがたいがゆえに、この王様にまあ税金を納めることができるというふな流れになっていくるわけです。それからもう一つですね、958年に、 えー、まだこれもですね皇族にとっては厄介なものであったと言われてるんですけども、華、ま、経、あ、っていうですね、えー、これは試験によって登用する、まあ、あ管理を登用するそういう、まあ、制度を導入するわけですで。今まではどちらかというと、この王様の出身、それから貴族の出身だけが出世できるというですね、えー、そういう、この新羅から、新羅から受け継いできた、 身分制度だったんですけども、えー、まあ、役人を豪族の子孫とか出身ではなくて、うん、試験で登用するということと、えー、幸福というですね、服、公の服ですね、これを制定する、まあ、紫色の人、煮色の人ですね、黄色、緑色っていうですね、そういった色に分けていくというようなところですね。うん、で、えー、これによって、えーまあ、どのような、あ 役割っていうんでしょうかね、えー、仕事を、その身分が与えられたかというと、誠術業というのがあったと。これはま文学的な才能を図るためのその試験であるということで、えー、このま政策ですね、政策を論ずる、論ずる、そういった能力をがある人が選ばれるということです。それから、名教業というですね、こちらは儒教をこう暗記し、儒教の経典をですね、どれだけ理解できてるか、暗記しているかということですね。 そういったこの2つにおいては、どちらかというと、貴族の出身が多かったというわけです。それから雑業というのがあって、これは法律、会計、地理などの専門家になるということで、どちらかというと、実用技術を図るですね、そういった役割ということなんですね。 まあこれは農民が出身が多かったということで、こういったこうこの管理を登用していこうということだったんですけども、実際にはこの恩義性というのがあったんですね。恩義性というのは影ですね。影の位があった。要するに、行為者の子孫を外祖とある、行為者の遺憾に応じて一定の以上の位に与えると。 ちょっと難しい言い方なんですけども要するに、えー、自らの先祖が後遺者であるがあった人だけがですね貴族になれるということでですからあまりその急激なですね試験登用というわけではなかったということですねですから結局は門伐貴族社会が残っていたというふうにまあ言われています。 ただし、徐々にですね、これも、まあ、朝鮮時代に、朝鮮に入る中においてですね、家居というのが整っていくということにありますね。それから、国士官というですね、茶官というところにおいて教育がなされていくわけなんですね。これは孫女7大王の孫女の時に、まあ、確立していくということで、まあ、これが孫行願のですね、前身になっているわけですね。うん そしてソンギンガン大学ということで非常にまあ歴史があるということで、まあ、もしよければですねこちらも動画がありますので参考にしていただきたいと思います、まあ、そういう中においてこの先ほどの華僑制度だけではなくてこのヌヒ・アンコンポなどを通して非常にこの皇族との対立が激しくなっていくということで、まあ、王に対する密告だったりとか王の座をですね 狙っているというような噂っていうんでしょうか。そういうものが王様に耳が、耳に入るわけですね。で、ヌヒアンガンポップの時もですね、このテモクワンフという王妃、カンジョンの王妃が実際には反対していたということですね。テモクワンフが反対していたというよりは、この背景にあった一族、ファンジュというです、ね、一族が反対していたんじゃないかというふうにも言われているわけですね。それから豪族の謀反、 ととといいいううものを非常に疑う始めだということですそれから王座を狙う、まあ、王族が多かったんではないかと言いわれているわけですね。で、えー、まずはこのヘジョンですね。ヘジョンの、まあ、第二大王のヘジョンの長男のフンワ軍をまあ処刑したということ。自分の、まあ、身内ですよね。それからヘジョンの長女。この長女がですね、えー、このファンジョンの巻き下に入っていくんですけども。 彼は、まあ、このヘジョンの長男の要するに姉だったがゆえにです、ね、この処刑を処刑を見て、まあ、彼女も自殺したということなんですね。それから先ほどテモクワンフファンポ氏というですね豪族の出身がファンジュ氏というですね一族なんですけどもこのムホンに対して非常にこの疑いを持ち始めたということです。そして テジョの息子であったヒョウン・テジャというですね、ワン・ウォンですね、が処刑になっていくと。そして、なんと自分のキョンジョンという自分の息子、ワンジュ、9歳の時のですね、ワンジュですね、が処刑に、処刑を言い渡すんですけども、まあ、その時に母であったテモ・ワンフが、私を殺してから、ね、やってくださいということで、まあ、結局は処刑にならなかったんですけども、まあ、そんなこともあってですね、 非常にこの自分の息子までも疑うようになったという,ふうなことなんですね。そして、ピョンジュ一族を皆殺,皆殺しにするということで、ここにおいて粛清がたくさんなされていったがゆえにですね、3200人の後進たちが、まあ、結局は40人まで,です、ねえー、減ったとぐらいに、この周りの,その家臣やそして一族などを、まあ、次々に、まあ、粛清していったということなわけですね。 975年に51歳で他界、まあ、をしていくんですけども、えー、なんと、まあ、こういった2つの要素があったということですよね。一つは、まあ、慈悲深い要素。うん。後に彼は大悲院という、この、まあ、病院みたいなところを設けてですね、えー、未亡人や孤児たちを非常にこのくまって、そして助けたというような面があるということですね。それから、あ先ほども言いましたけども、こ残忍な性格。 ということで、粛清などを行ったというところなんですけれども、やはりたくさんのその豪族と、えー、初代のワンコンが結婚政策によって結んでいくことによって、ですねやはりいろんなこの父親としての役割を、まあ、なかなか果たせなかった部分もあるんじゃないかと思うんですね。ですから、やはり家庭環境、父から、そして母から、 まあ、愛を受けることができなかったとっいうところがあったんではないかと予想されます。そして、社会情勢ですけれども、やはり、豪族たちのそういった力によって政治が動かされていくというようなことを目の当たりにしながら、彼は非常にそのことについて不満を持っていたんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、名君でありつつも暴君であるという2つの面があるということで、まあ、どうしてこうなってしまったのかということを、えー、まあ、皆さん、もし、えー 何か意見がありましたらですね、えー、コメント欄でいただきたいと思います。はいえー、今日はこちらの第4代王のですね、えー、感情についてお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。現在、韓国語講座、そしてオンライン交流会メンバーシップも行っております。募集しております。ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。えー、それでは次回も。 サランチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。